さあ、キネティック鉱石のプリズムを見つけてトレースに渡すという隠しクエスト、今回のアップデートで4個目のプリズムが登場しましたので、その紹介と考察、そしてトランスフォーマーのね、謎の通信も更新されてましたので、そちらについても紹介させてもらいます。じゃあね、まずね、4つ目のプリズムが現れた場所はここですね。ランブルルインの一番右上の入り口のところです。こっちでございます。ちょっとね、ここだったりここだったりね、あの透明の誰だっけ、ワイルドガードレリックがたまにいますので、ご注意してください。はい、場所はね、このね、ランブルルインからね、一段下に降ります。はい、ここを一つ一段降りてもらって、この地下の方からね入ったところ、ランブルルインの右上、地下の方から入ったところに4つ目のプリズムがありますので、これを収集しましょう。オッケー。そしたら、このプリズムを見つけたら、いつものごとく、これをトレースに持っていきます。はい、トレースの場所はもうみんな知ってるかな？ジャングルの右下、ここですね。ザ・アパラタスっていう場所に行きますので、そちらに持って行ってくださーい。さあ、そしたら、アパラタスのこの装置のところにトレースがいますので、トレースにクリスタルを渡しましょう。見つけたんだな。これが最後のキネティックプリズムだ。おー、最後のだったみたいですね。じゃあ、プリズムを渡しましょう。プリズムをザ・アパラタスに取り付けるため、スロー博士と協力してるんだ。ああ、スロー博士から聞いたよ。協力してるって。彼女の仮説が正しければ、これからかなり面白いことになる。おお、なんかすげえことが起こりそうですね。一応前回のトレースの会話では、キネティックプリズムをこの装置にどうやって組み込むのかわからないっつってたんですけど、どうやらスロー博士がね、今ランブルルインに移動して、そこのね、壁画を見てますので、もしかしたら、キネティックプリズムの使い方がとうとうわかったようですね。これはもう次のアップデートぐらいでもう望遠鏡が完成する勢いですね。あ、ちなみにね、ちなみに昨日の動画で少し話したんですけど、このね、望遠鏡、どうやらね、一つの星が皆既日食もしくは皆既月食となって消えてく様子をね、映し出していることが判明しました。ただ単純にね、月がね、三日月になったり半月になったりする場合はこういう形にならないんですよね。ただのね、月の満ち欠けを表してるだけだったら、こんな風にね、三日月が途中で反転して新月とね、満月を繰り返すんですけど、逆にね、これは三日月が反転せずにそのままね、月もしくは太陽みたいなものが隠れていってますので、これはね、ほぼ確実に皆既月食もしくは皆既日食を表していることがわかります。実はね、この皆既月食とか皆既日食っていうのはいろんな神話の伝説に出てきますので、もしね、今のストーリーとギリシャ神話とか北欧神話に繋がるものがあれば、それもね、追って報告しますので、楽しみに待っててください。では次は、今回のアップデートで新たに追加されたコンボイの謎の通信ですね。まあ、一つ目の通信ではね、このフォートナイトの世界が崩壊する運命にあるとコンボイから通信が入って、二つ目の通信にてね、スローンとコンボイが連絡を取っていたことが判明します。一応スローンはね、我々ルーパーにとって好ましくない人物かもしれないけどね、この世界を救うためにはスローン博士に頼るしかないと。そして三つ目の通信がね、コンボイによると、遥か昔このね、ジャングルに住んでた住民たちは星々の中に隠された秘密を見つけて、まあ、世界を救ったのか、どうにかね、生き残ったみたいなことを言っておりました。ということで、4つ目のコンボイの通信行きましょう。さあ、来い、謎の通信来ました。君の未来への鍵は過去にある。未知を知る勇気を持つのだ。戦え、出撃するんだ。ほい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 。君の未来への鍵は過去にあると。これは単純に過去、要するに古代の遺跡、ジャングルにある古代の遺跡内に未来への鍵があるということで、ジャングル内を調べろ、遺跡を調べろっていうことを言ってるんだと思うんですけど、今回ね、現れた NPC のイラですね。まあ、このイラに話しかけると、過去と未来、すべてのイラから挨拶するわとか言ってて、イラっていう女性がね、過去のイラ、未来のイラと繋がってるような言い方をしていました。だから多分ね、イラの過去を探ればジャングルの過去もね、わかるんだと思うんですけど、早くね、イラもね、そのことをあのルミナリーズとかスローン博士に教えてくれればいいんですけどね。やっぱりこの未来とか過去に繋がってるというか、未来とか過去のことを知ってるであろうイラはね、相当に重要な人物だということがわかります。とにかく過去のことをね、怖がらずにしっかり調べて戦え、出撃するんだと。まあ、このね、出撃するんだの一文は多分トランスフォーマーの映画に出てくる戦え、出撃するんだみたいなことをね、確かね、映画内で言ってたような、言ってたないような気がします。あの、ちょっとだいぶ昔に見たので覚えてないんですけど、そういうロボット的な、まあ、車乗り物的な映画ですので、多分出撃するんだっていうのは映画内のコンボイのセリフをね、オマージュして言ってるだけだとは思います。はい、ということで、トレースのね、キネティックプリズムの4つ目のクエスト、コンボイの謎の通信4つ目ということで、とうとうね、物語がクライマックスに近づいてきたようです。さあ、ということで、4つ目のクリスタルの紹介と4つ目の謎の通信の紹介と考察の
の動画でした。ちょっと簡単な動画になっちゃいましたけど、まあ、次回からね、新しく登場した NPC の会話変化動画を続々と出していきますので、楽しみに待っていてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。